こんにちは、コスケです。今回はちょっと仕事で益城方面まで行くんですよね。あの日本海側のオロロンライン沿いの益城方面まで行きます。でその途中で美味しいニシン丼を食べることができるので、今回はそれを食べに行きたいなと思っております。熱田の道の駅で食べることができるんですよね。今は見ての通り新千歳空港です。ここからオロロンラインまで一気に行きたいと思います。天気もいいですね。もしかすると日本海側は雪降ってるかもしれませんが、慎重に向かいたいと思います。冬はオロロンラインに向かうとちょっとずつ天気悪くなっていくことが多いんですが、さっきライブカメラで見た限りだと雪は降ってなさそうなんですよね。なのでこのまま大きな天候の悪化もなくたどり着けるといいなと思っています。積雪量が結構多くなってきましたね。除雪が間に合ってないのかな。結構道がガッタガタの圧雪になってます。でベゼル乗り心地すごくいいんで、ガタガタの圧雪なんですけど結構快適ですね。まあ、多分16インチにインチダウンしてるっていうのもあると思います。そろそろ日本海側に到着するんですが、思ったほど雪も降ってないですし積もってもいませんね。かなり走りやすくなっています。このまま天候悪化せずに進んでくれるといいなという気がいたします。この先に見える海が日本海ですね。いや冬の日本海は厳しそうですよね。寒そうです。それではこのまま日本海を北上して、まずは熱田の道の駅に向かいましょう。というよりも動画的にはそこが目的地ということになりますね。ここをところどころ、まあ、この辺もそうですけど道がアイスバーンになっててめっちゃ危ないですね。40キロとか50キロで走ってるんですが、まっすぐ走ってるだけなのに操作不能にスーッて横に流れていきましたね。おっかないね。うわーここ滑りそう。多分ブレーキ踏んでも止まんないですね。あほら今思いっきりブレーキ踏んでるけど ABS がガガガガッとかかって時々するね。あの雪道の運転って精神的に疲れるんですよね。だいたいドライブすると夏だと体が疲れて休憩したくなるんですけど、冬はこう精神的に、ね、集中するんでめちゃくちゃ精神的に疲れて休憩したくなります。まあ、特にこういうアイスバーン、まあ、ここ全部氷なんですけど、アイスバーンの上を走るような時はもうヒヤヒヤですね。さあそろそろそこのカーブを抜けると道の駅でございます。これ今日帰り嫌ですね。帰り夕方になると思うのですごい滑りそうで怖いな。いやー到着した。まもなく目的地付近です。それではお昼ご飯食べましょうか。思ったより天気良くて良かったですね。風が強い。なんか日本海っていう感じの冬の天気ですね。今日のお昼ご飯はこの道の駅アイロード熱田の1階にあるお蕎麦屋さんで食べます。そこのニシン丼がめちゃくちゃ美味しいんですよね。すごい札幌耐久が売ってますよめっちゃでかい。ちなみに400円らしいです。ちょっと悩んだんですが今日はこのニシンの漬け丼と刺身丼にもできるらしいので刺身丼1個ずつ2つ食べようと思います。
出来上がりました。こっちがニシンの漬け丼ですね。美味しそうです。こっちがニシンの刺身丼ですね。いい色ですよね。ここはいつ来ても結構新鮮なニシンを食べることができます。漬け丼も美味しそうですね。日本海を眺めながらいただきましょう。この味噌汁もめちゃくちゃ美味しいですね。あの油揚げがすごい美味しいです。いやー、にしん丼美味しかったですね。ここのにしんは冷凍なんですが、独自の急速冷凍で冷凍しているらしく、かなり生に近い冷凍のにしんなんですよね。生臭くもないし、水っぽくもないという、非常に美味しい刺身を年中食べられるところです。さすがに和商市場の取れたてのニシンの刺身ほど新鮮ではないんですが、それに近いぐらいかなり美味しいニシンではないかなと思ってます。なので僕ここ通るときは時間が合えばお昼ご飯ニシン丼結構食べるんですよね。それでは僕はこの後仕事があるので仕事行きたいと思います。また次回をお楽しみに。視界が悪い。しんどいですね。